向こうから誰か走ってくるな。やっべ、間に合われぞこりゃ。よう、エギル。悪いが、今は取り込み中だな。一体どうしたんだよ、そんなに。実は今、時間制限付きクエストの途中でよ。荷物を数箇所に届けなきゃいけねえんだ。一人でか？ああ。そんでもうすぐその時間制限が来ちまうんだよ。てなわけで、じゃあな。あ、待てよ、エギル。そのクエストは。おう、可能だが。急いでるんだろ。荷物を。そうか、すまねえな。じゃあ、ウィンドウを出して。ああ、パーティー申請を承認。すまねえな。このアイテムは、広場にいるローウェルっていう NPC に届けて、こっちのアイテムは、露店の並んだ通りにいるアーチャっていう名前の NPC に渡してくれ。わかった。それじゃあ届けに行ってくるぜ。ああ、よ。ほう、これで届け終わったな。あんがとよ。おめえのおかげでクリアできたぜ。ああ、NPC に報告は？もう済ませた後だ。助かったぜ。別にいいよ。暇で手伝っただけだし。けどさ、これって一体何のクエストだったんだ？ NPC から店をやるならこういうことに気をつけろみたいな話を長々と聞かされたんだけど。ああ、そういや説明してる暇もなかったな。これは町の商人たちから認められるためのクエストだよ。荷物をどれだけ早く客に届けることができるかで商人の資質が試される。クリアすることで NPC 商人たちからアイテムなんかを安く仕入れられるってわけだ。なるほどな。ってことはエギル、こっちでも店やるのか？まあどうするか迷ってんだけどな。それじゃあもしかするとあの悪徳商店がオリジンでも開店するかもしれないのか。おい、誰の店が悪徳商店だ。いや、 SAO のアルゲードにあった店も ALO にあった店も買い取りの値段の厳しさなら忘れないぜ。良心的な価格のつもりだったかな。そんなに厳しかったか。ああ、買い取り価格を前に涙をこらえるプレイヤーを何人と見たことか。まあ、こちとら商売だからな。半分は冗談だって。半分かよ。だってエギルはデスゲームだった SAO の世界で自分の店の収益のほとんど中層ゾーンのプレイヤー育成に回してただろ。だからさ、本当に人情あふれる商人だったと思うぜ。何のことだ。とぼけたってちゃんとみんな知ってるって。まあ、店を開店してもしなくても改めてよろしく頼むぜ。こっちの世界でも思い切りゲームを楽しむにはぶっ飛んだハイゲーマーのお前さんがいねえと物足りねえからね。こちらこそよろしくな。